皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。井上さゆりです。今日はですね、YouTube の、なんだ、チャンネルのトップに出てくるチャンネルアートっていうのを自分で作っていきたいと思います。一応私がイメージしてるのが、写真をポンって乗っけて、隅っこに八太郎くんを飛ばしたいなと思っていて、で手書きで自分の井上さゆりっていうのを書きたいなっていう、なんとなく思い浮かんでるんですけど、その写真を、私のお友達の写真家さんの小岩井花さんっていう方に撮っていただきまして、それを使っていきたいなと思ってます。すごいいっぱい撮ってくれたんで、ちょっと選ぶところからやっていきたいなと思ってます。花ちゃんについても次週の YouTube の方でいろいろとまた配信したいと思うので、そっちも楽しみにしててください。じゃあ早速選んでいきたいと思います。すごいいい写真がいっぱいあるんですよね。なんかすっごい爆笑してる写真があって、これは入れたいな。変顔してくださいって言われて、ガチめの変顔した後に私が笑った顔なんですけど、なんかすごいいい写真、この辺もすっごいいい写真。でもメインは分かりやすい顔の方がいいかな。どうしよう、この写真選ぶだけで30分くらいかかりそう。どうしよう、こういうのなんか自分じゃ何がいい、どの表情がいいのか決めるのが難しいな。私本当あんま好きじゃなくて、だからお芝居やりたいってなった時も映像も見るんですけど、映像の現場があまり得意ではなくて、なんかやっぱ撮られてるっていう状況がすごく違和感があって慣れなくて、だから舞台の方が楽しいんですけど、自分が楽な方に行ってはいけないなって思うんで、映像もチャレンジしていかないとなって思ってるんですけど、まあ、その辺はだからアイドルを経験したことによってちょっと解消されてきたっていうか、リハビリさせてもらいましたね、だいぶ。あ、決めた、もうこれにしよう。とりあえずこの写真をメインにして、あとなんか爆笑してる写真とかをぴょんぴょんってジュニアとして入れておこうかな。あれ、やべ、ペンが死んだかもしれない。こんな時にペンが死んだかもしれない。じゃあとりあえず私のペンが死んだので手で書きます。変なのが好きで、アニメとかでも変なのばっかり見てるんですよ。私がずっと子供の頃ハマってた作品って言ったら、デンジャラスじいさんとボボボボボボボとギャグ漫画日和と、あと日常っていうアニメ、なんかふざけたのしかなくて多分しょうもないのしか浮かばなくて、どうしても八太郎くんでも結構綺麗に美化された感じのキャラができたと思うんですけど、最初は本当にリアルなお尻の絵とかクソみたいな、どうすかこの子だな、でも可愛いのができてよかったなって安心してます。プラワー君に関しては最初全裸だったんで、パンツを履かせた時点でだいぶ進化したと思います。井上さゆりって感じ、全部
小学校低学年レベルの感じ。どう変えたらおしゃれになるんだ。全部こう縦縦横横縦縦横横なんですよ。すごいテストの時とか有利でしたけどね。名前超早く書けるから。なんか難しい漢字使った名前の子かわいそうだなって思ってました、いつも。ただこういう時どうしようかな。難しいな、井上の湯って難しいな。あえてひらがなにしてみようかな。バカみたいかな。ひらがなの方が書きやすいな。簡単すぎるかな。簡単すぎますか。ここに私の理想としてはこう両手を広げてる写真をこう入れて、その上にちょっと八太郎くんを飛ばして、ちょっと爆笑してる写真とかをこの上にちょんちょんって入れようかなと思ったんですけど、シンプルすぎるかな。まあいいか、こんなもんか。こんなもんでいいですかね。なんか花とか書いておきますか。どうしよう。どんどんバカみたいになってっちゃうから。なんか花を付け足してみました。どうでしょうか。少しでも私のチャンネルを見に来てくれた人が、なんか変なチャンネルあるぞって楽しんでもらえれば嬉しいなと思います。自分でちゃんと作ることでなんか愛情がわかるかなというか、うん、いいんじゃないでしょうか。終了。これで終了で大丈夫ですか。丹精込めて書いたので、これから素敵なきっとあれができると思います。また名前忘れちゃった。チャンネルアートができると思いますので、皆さん楽しみにしていてください。また次回もよかったら見てください。今日もありがとうございました。バイバイ。追伸ご自愛くださいませ。